今回は静岡県葛城ゴルフクラブウガリインコースの16番ホール。レギュラーティーからピンまで363ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。ティーショット、ホール左サイド林は OB ゾーンとなります。フェアウェイは大変広く、伸び伸びとティーショットを打っていきましょう。セカンドショット、セカンドショットはフラットなライからのショットとなります。グリーンは左右をバンカーでガードされています。方向性に注意してセンター狙いで攻めてください。グリーン常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ウガリインコースの16番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで363ヤード、谷越えのミドルホール。難易度は18ホール中13位。平均スコアは 5.12、平均パット数は 1.91。100ギリの人は3オン2パットが無難です。ウガリインコースの16番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで363ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、ホール左サイド林は OB ゾーンとなります。フェアウェイは大変広く、伸び伸びとティーショットを打っていきましょう。ウガリインコースの16番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットはフラットなライからのショットとなります。グリーンは左右をバンカーでガードされています。方向性に注意して、センター狙いで攻めてください。ウガリインコースの16番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。